毛利元茂は、幕末の大名。相国徳山藩九代藩主。治坂氏家毛利家九代。第八代藩主、毛利博賃の名の男。母は秋元栄町の娘。兄に、毛利博内、毛利久宿、片田元、福原元官など。弟に、秋元氏朝、毛利玄徳がいる。性質は、毛利ひとの娘、八重子。 側室は、多数いる。子は娘。官位は、十五位下、十三位。山城守、淡路守。陽名は徳太郎。忌名を、お、おさむき、小厚氏、元茂ると変える。器王、楽安、随風道などの号を持つ。文部の書道、を、特に鹿に秀出る。文化十三年七月二十五日、江戸の今板に屋敷にて、第八代藩主、毛利年広の七。 男として生まれたが、四人の兄が創生し、兄の片田元、福原元官が養子として出たため、四次となる。天保七年十二月、受護した山城守二条人。翌天保八年十二月七日には父、高鎮が隠居し、その後を継いだ。嘉永三年八月、溝の風水害に際し、天ねく方内の所存を巡視して、 庶民の失踪を慰め、合わせて、老人をいたわり、講師や特農家を称する。商工集はこの時の私文を集めて出版したものである。嘉営六年、黒船来航により、萩藩と共に、裏側の警備を認じられる。藩政においては、洋学や国学の奨励を行って、軍事政策に努め、軍備においても、洋式軍隊の編成を積極的に行うなどしている。 幕末期の動乱の中では、本家の毛利高近の補佐を務める。源氏元年7月、金門の変により元茂は、萩藩主、高近、その生子玄徳、長府藩主、毛利元則、新松藩主、毛利元淳らと共に神を奪われ、松田を痩せ、福原元官国志を矢の三家郎は、徳山に遊兵された。ついで、松田、国志は、 徳山で、福原は、元茂の諸兄なので、岩国へ護送して、それぞれ自陣が命じられる。これ以後反論は、分かれ、幾多の死が、何に順じたが、やがて反論は統一される。慶応2年の第二次長州正伐では、徳山藩の主力は、小瀬川口に出陣し、幕府軍撃退に貢献した。慶応4年の母親戦争においても、とば、伏見の戦いや東北。 箱館戦争などで軍港を挙げた。これらの功績を称されて、明治2年6月には衛星商店録八千国を与えられている。同年、藩籍奉還により、徳山藩知事となったが、明治4年5月、廃藩知県に先んじて、藩知事を辞任し、その所領を本家の萩藩に返還した。同年9月、向雇用紙の元頃に家督を譲っている。その後は、 随風道とこし、今日、東京芝田後町五番地に移して、悠々自適の生活を送った。教養人としても優れ、小降集、随風、道以降、随風集など著作が多数ある。明治16年3月、14位に除された。明治17年7月22日、元茂の病が重くなり、帰徳に陥った。元茂の帰徳を聞いた。 明治天皇は特使をもって、元茂を十三味に助した同日に、元茂は病死した。去年69、山口県修南市の徳山城の後にある、有水神社に祭神として祀られている。ありがとうございます。